教育実習で教員の道を挫折した。月金働いて土日部活だとめっちゃきつくねと思って僕が一人でおじさんで室内で撮ってたら誰が見んねんって自分で思ってしまって俺以外の要素で見てもらえるものを作らねばと思って窓を外見たら海があったので海ええなと思っていただいた方はおじさんとテロップが邪魔って言い出すんで政治的なことは言わん方がいいよみたいな風潮ってあるじゃないですか。ちょっとでも変わる一助になればなと思いながらやって、もし自分が困った側になった時に助けてって言って誰も助けてくれなかったら怖くねって。なんかさあ始まりました高松菜奈チャンネル、本日のゲストはセオロガイおじさんです。よろしくお願いします。お願いします。どうも初めまして。わざわざ沖縄まで来ていただいて海じゃないですけどここ沖縄です、ね、所属してる事務所に来ていただいたんですけれどもね、はい、私のことってちなみに知ってくださって。あ、もちろんですもん。 SNS 等ではいや嬉しいです、はい、検索していただいておりまして、ありがとうございます。はい、セオロガイおじさんさんはこれ継承問題あるんですそうなんです。セオロガイおじさんで継承込みの名前なんで、もなんか迷った挙句セアロガイおじさまって言ってくださる方もいらっしゃって、ね、非常に難しいと思うんですけど、セアロガイさん、ちょっとセアロガイおじさんでちょっと後輩ですけどちょっと何をおっしゃいますやろ。もう問題ございません。よろしくお願いします、はい、あの今日まずなぜ芸人になられたかっていうお話をちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、はいはい、まあもともと僕は奈良県出身で大学進学を機に沖縄に来まして、はい、オリジンというちっちゃいお笑い事務所があって、はい、住民との距離が近くて、はい、本土で芸能事務所に所属するみたいな高いハードルはなくてですね、はい、サークル感覚みたいな感じで所属したのが始まりという感じですね。そうなんです。なんか最初そのオリジンの事務所ライブを見て感激されて入ったっていうのをなんか読ませていただいたんですか。そうなんです。諸説ありまして、これ、はい、諸説僕もね、十何年前のことだからね、だんだん定かではなくなってきてて、確かに見て面白かったなっていう印象もあったり、はい、あと大学時代好きな女の子がいて、はい、なんかアピールしたいなっていう気持ちがあって、はい、なんかないだろうかって探した結果、はい、あ、これだって思って入ったっていう説があって、はい、専門家の中でも意見が分かれてるんですよ一番の専門家天下取るぞみたいなモチベーションあんまりなくて、本当に大学の間だけみたいな、なんかそんな感じで。そうだったんですね、はい、卒業するタイミングすごい悩みませんでした。だってね、僕あの教員になるため の, あの教職課程を受けてたんですけど、教育実習で教員の道を挫折したんですよ。めっちゃきつくねと思って月金働いて土日部活だとこれ無理やなってなって、じゃあどうするかってなって、もうその時まあ大学時代からもお仕事もお笑いでいただけてたんで、そのままこうニュルッとなるほど世界に行ったって感じ。なるほど。普段コンビとしてご活動されてるんですか。そうなんです。僕はあのリップサービスというコンビで、はい、あの活動させていただいてまして、13年目ぐらいになりますね。そんなにぼちぼちやってるんです。コンビでのご活動はどんなことを普段やってらっしゃるんですか。まあ、毎月の定期ライブが主で、あとは沖縄のテレビ、ラジオを出演させていただいたりっていう、まあ地方芸人って感じで。あ、そうなんですね、はい、私ずっと東京の方で活動してるんであんまり想像がつかなくてですね、沖縄の芸人さんがどういう形で活動してるかっていうのは。年に2回ぐらい賞レースがあるんですよ、沖縄だけの。沖縄だけの。そうなんです、そうなんです。みんなそれ目指してまあ頑張ってるって感じですね。M1 とか目指さないんですか。あ、M1 も行くんですよ、はい、でもあの僕らなかなか M1 で勝ち進めなくてですね、はい、2回戦でいつも負けちゃ う, う。あ、そうなんですか。だって優勝とかされてますよね、沖縄の。そうそうなんです、そうなんです。だから恥ずかしいんですいつも M1 受けに行って旅費を払って現実を突きつけられて帰ってくる。そうか、旅費払うのか。それはショックですね。3分のネタをしに行くために5万ぐらいかけていくんで台風直撃して帰れへんくなって、絶対帰らなあかんから LCC あかんから飛行機追加で取って10万プラスコンビでかかるみたいな。大変ですね。そうなんです、まあ、地方芸人特に沖縄は海を隔ててるんで、はいはい、そこは大変ですね、はい、その YouTube を始められた理由は何だったんですか。沖縄である賞レースでは結構僕ら結果残してて、はい、4連覇とかしてるんですけれども、すごいですね。でもなかなかこっちで食っていけなくて、はい、でも芸人続けたいしな、なんかないかなと思って、まあとりあえず YouTube 始めて、それで稼げるようになったり、これで知名度上がってお仕事いただけたらいいなと思って始めたっていう感じです。その沖縄でそんなにご活躍されても食べていくのって難しいんですか。金額も難しいところがあったりとか。じゃあそのバイトとかしながら。もちろんです、もちろんです。沖縄の瓦を作る工場で働いたりとか、いろんなところで。厳しいですね。優勝してもそうなんですね。本土でも、はい、まあ、優勝してバンってこう詰め上がっても、まあ、そこからまたいっぱい仕事来るかというとまた別だったりとかもするじゃないですか。それのとってもスケールのちっちゃい版が沖縄にもあるという。確
確かに R1 とかだともう食べていけないもんだ、うん、実際その YouTube をやられてからはお金はもう全く困ってないって感じ、はいはい、むしろやり始めが一番困ってたっていう感じで、普通のバラエティ番組みたいなチャンネルをやってた時はもう全然ダメで、はい、でこのセアルボーイさんもやってで SNS でまあ拡散していただいてから、はい、まあ、だんだんお仕事もいただけるようになってきて、はい、まあ、今はとりあえず今月の光熱費どうしようみたいな暮らしではなくなったって感じですかね。やっぱりこのセアロガおじさんとしてヒットしたからっていう感じというのはありますね。その後のお仕事のつながりって どういうふうにやってらっしゃるんですか。普通だと YouTuber だと企業案件やったりとか、はい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 、PR 動画作ったりとかじゃないですか。なんか そこがあんまりイメージつかないんですけど、PR 動画も基本的にお断りしてて、はい、ここで喋ってくださいみたいな、はい、まあ、営業的なものが入ったりとか、トークライブをこう全国、まあ、転々とさせていただいたりとか、はい、まあ、そういう感じですかね。セアロガおじさんに有名になって芸人としてのお仕事が増えたって感じなんですか。そうです、セアロガおじさんとしての仕事が増えたって感じですかね。そうなの。コンビ仲とか悪くならないんですか。それがね、うちの相方は石垣出身の心優しい男でですね、そういったことが起こらなかったのが非常にありがたいなという。いや、私が相方だったらきついですけどね。でもうちの相方さんが偉いのが、あいつまあ今なんか転々としとるから、はい、俺やることないから一日一本コント書こうっつって毎日一本コント書いてるんですよ。すごい。で去年で200何本ぐらい書いて、鏡ですね。で俺ほんとこいつ偉いなと思ったのが、土日はちゃんと休んでるんですよ。働き方改革。実際に増えた営業のお仕事っていうのはシンポジウムとかなんですけど、どういうものが多いんですか。過労死について語るシンポジウムで1時間話してくれみたいな。俺は何の専門家でもないけど大丈夫かなみたいな、はい、僕の尺1時間専門家の尺15分みたいな謎の時間割りになったんで。そういうお話もされるんですね。でその時本当に運よく生意気にもオンラインサロンなんてのやってますけど、彗星のごとく働き方改革についてコンサルしてる方が入ってきてくださって、教えていただいたという。そうだったんですか。面白いですね。はい、オンラインサロンではどんなことやってらっしゃるんですか。まあ、僕の、まあ、週1回ぐらいの生配信で、はい、まあ、最近気になってることを話したりとか、はい、何か問題意識を持って参加してくださる方が多いので、そういった方々の投稿をしていただいたのを見て、みんなでちょっとコメントし合ったりとか、まあ、そんな感じですね。じゃあ結構その政治とか社会問題について話すような場だったりするんですか。そうですね。と、まあ、オフ会したりとか、そんな感じですね。沖縄であるんですか。東京、大阪でやりました。すごいですね。はいはい。こう言ったら失礼ですけど、変な人とかが来ないんですか。これがね、もうびっくりするぐらい来なくて、私は政治の普段活動してるとすごいメールとかがわーってなんか長文で、あー確かに確かに、あーってこっちがびっくりしちゃう。結構僕のやってるオンラインサロンの大きいこうテーマというかが、まあ、ノーマウンティング、ノーバッシングで、まあ、安心して語れる場所みたいな、ここのテーマに共感していただいている方が多いので、はい、私とは意見違うなっていうのでも割とこう、まあ、まあそういう意見もあるんだっていう感じで一応お話し合いはできている形かなとは思います。ね、いろんな誹謗中傷をいただいて、はい、まあ、心がちょっと病む時があるじゃないですか、はい、そしたらオンラインサロンの皆さんに慰めてもらうという、いいな僕の心の薬箱的な、あ、めちゃくちゃいいですね、感じですね。はい。普段 YouTube で主に時事問題について叫んでらっしゃるイメージがあるんですけども、はい、最初から時事問題にご関心がおありだったんですか。めちゃめちゃ関心が高いって方ではなくて、最初はもうこう今話題になっている、はい、もう本当に政治とかじゃなくて話題を扱っていくっていう形で、はい、そこは徐々に今みたいな感じにっていう感じです。それはなんかきっかけがあったんですか。沖縄県知事選が一昨年あって、はい、どの候補を応援する動画出してくれ、この人の主張をもっと広めてくれみたいなメッセージがもうめちゃくちゃいっぱいいただいたんですね。でもなんかこうこの人投票してみたいな動画はなんかちょっと違うのかなと思っても上げてなかったんです、はい、で県知事選の結果が出た後に沖縄終わったみたいなコメントがネット上でめちゃくちゃ溢れ返ってて、これは違うやろうってちょっとなんか思って、まあ沖縄の人たちが一生懸命考えて一票投じて、でまあ出馬した方も主張はそれぞれ違うけど、それぞれ沖縄のために本気で考えて出馬した人たちがいて、こういう結果が出たからまたここから沖縄始めていこうっていうタイミングで沖縄終わったっていう、この言葉に対しては言ってんやろうと思って、初めて政治的なことにちょっと一線越えたみたいな感じだったですね。それまでまあ、海で普通に叫んでらっしゃったんです。です。そもそもじゃあ海で叫ぼうと思ったきっかけは何だったんですか。あるあるネタみたいなのを一回室内で撮ったことがあるんです、
こう僕が一人でおじさんで室内で撮ってたら、はい、誰が見んねんって自分で思ってしまって何の花もないこの動画誰が見んねんと思ってしまって、なんか俺以外の要素で見てもらえるものを作らねばと思って窓を外見たら海があったので映像が綺麗で見入っちゃいますもんね。ここはもう本当に沖縄といういいところをフルに使わせていただいてるって感じですね。心が癒されますあれ見て、なんか、うん、はぁって、ね、内容とのギャップがすごいよ。僕の動画見て海ええなって思っていただいた方はおじさんとテロップが邪魔って言い出すっていうすごい切ない。まあでもこれで沖縄の海の魅力を知って遊びに来ていただいたら沖縄の観光産業にも貢献できるのではないかと思っております。社会派に転校して良かったと思ってますか？社会派かどうかはちょっと疑わしいんですけど、やり始めて気づいたこととかもいっぱいあって、知らんよりは知ってた方が絶対いいこともいっぱいあるし、黙ってるよりはみんなで声上げていった方がいいんだろうなと思うことがたくさんあるので、やってることに意義は少なくとも感じつつやってるっていう感じですかね。じゃあ届けるときにどういう意義を見出していらっしゃるんですか？政治的なことは言わん方がいいよみたいな、なんかそういう風潮ってあるじゃないですか。めちゃくちゃありますね。内容とかじゃなく話してること自体がもはやタブーみたいなとこあると思うんですけど、ちょっとでも変わる一助になればなと思いながらやっているという感じで、例えば沖縄の辺野古基地の問題でも、原発がある村の問題とかでも、例えば意識ダムっていう長崎の地元住民の民を無視しながらダム建設が進められてるのにしても、まあ困ってる人たちはいっぱいいて、助けてこんなんなってねんって言ってるけど、その声を聞いても語らない方が賢い立ち振る舞い、見て見ぬふりっていうのが、まあ、広まってしまうと、もし自分が困った側になった時に助けてって言って誰も助けてくれなかったら怖くねってなんかちょっと思うんですよね。沼にはまってズブ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 と落ちていってる時に誰か助けてって言った時に通行人が黙ってた方が賢いってなんかすごく怖い世の中だなと思うので、もっとこう風通しのいい声が広がりやすいような風になっていった方がいいなと思うので、政治的なことを語れない、語るのがタブーみたいなのはなんか変わればいいなとちょっと思ってるという。その感性みたいなところってなかなかそう思えない人の方が多いと思うんですけども、それはやっぱり沖縄にで活動してらっしゃるからっていうのもあるんですかね？それはあんまり関係ないかもしれないですね。一回こう発信してみてその反応を受けて自分の中でだんだんそう思うようになってきたっていう。セハロガイおじさんになってから芸人としてやりにくくなったことはないんですか？それがそこまでは感じていないですね。それがすごいですね。一応セハロガイおじさんも芸人としてやってるので、失敗する時もいっぱいあるんですけど、絶対笑いの要素を自分なりに入れてるつもりではあるんです。見てる人が笑ってるかどうかは別として、だからまあそこまでかけ離れてはないのかなと思ってます。芸人として全部やってるっていうつもりなので。コンビとしての自分のキャラクターはどういう形だって、それは大きく変わってないってこと？僕ツッコミなんですよ、はい、動画も全部一応時事問題についてツッコんでるというポジションなんで、はい、まあ相方にツッコむか世の中にツッコむかのさみたいな感じかもしれないですね、うん、私自身はものすごいやりにくくなったので、やっぱりもともとは私お嬢様芸人っていうのでデビューしたので、そっからなんか社会派みたいなことだと思う、真逆に世間から見られたようなので、なるほど、なんかすごい困ってるんですよね。ああそうなんですか。お嬢様としての芸人として一回ちゃんとバッて出られたので、そのギャップに皆さん驚かれてるかもしれないんですが、僕はもう全国的な認知度が全くない状態からこれで出ていったから、だからかもしれないですね。お笑い芸人って僕のこと思ってる人の方が少ない、ふんどしのキテレツなやつみたいなそんな感じなんで、やっぱ僕らは笑い芸人じゃないですか、はい、時事問題の解説とか分かりやすくまとめてお伝えするっていうところだけだと多分失格だから、どう笑いを入れていくかっていう、そこが一番難しかったりするし、でもそこからこう逃げたらいかんなと思いながら。すごいですね。なんか私は結構スイッチで分けちゃってるところもあるので、うん、なんか今日は政治について熱く語る自分みたいな、うん、今日はお笑い芸人で営業に行く自分みたいな形でうまく割と入れられなかったので、なんか入れようとするとなんか茶化してるのかみたいな。はいはいはい、それはほんまありますよね。だから僕もこの格好で扱っていい問題とそうじゃない問題みたいなのがやっぱりあって、人の命がなくなってしまった問題とかをやっぱりこれでやると良くないけど、そういうんじゃない世の中の問題はまあ割とこれでいっても大丈夫かなと思いながらやってるんですけどね。ちなみに今は芸人さんとしてどういうところを目指してるんですか？
引き続きですね、はい、まあ、こういう瀬谷川さんの動画をやりながらこういう問題があるみたいですよっていうのを皆さんに知っていただくきっかけとしてやりながら、でちょっと世の中語りやすい風潮になる一助ぐらいにはなればなというのをやりながら、まあ、お笑い芸人としてもまあいろいろ漫才コント作ったり、これから面白い動画作ったりしていきたいなと思っていて、で今僕がやってるチャンネル瀬谷川さんしか上げてないんですけど、他の沖縄芸人とかも出てもらって、そこから面白いものバーって発信して、それを見に来た人たちがまた瀬谷川さんを見て、あ、こんな問題起きてるんだって知るみたいな、そういう循環が作れたらなっていうことを今考えてますね。ショーレースとかも頑張りたいみたいな。そうですね、まあ、ショーレースはまあ苦行として夢があるというかはもう竹浴びに行くみたいな苦行っていう言葉しっくりきますねドローンのところ以外はじゃあ全部アイマン。え、知らなかった。なんか騙された気がします。なんでなんですか全方位外交にならないように自分の意見もちゃんと言う必要あるんですけど、違う目線の人たちへの目配せの言葉をちょっと入れるみたいなことがめっちゃ大事だな。なんか言う時も何々やろっていうより何々と思うんやけど、どない思う、何々とちゃうやろかみたいな自信のなさが現れてるんだと思うんですけど。嬉しいです、生で見れて干されるぞとか言われるけど、そもそもカピカピやのにもっと干せるもんなら干していいみたいな最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまた、ごきげんよう。